疲れ様です。バーサタイルです。お疲れ様でございます。胸から上切れた状態で始まります。今回は僕メインじゃないんで、こっちなんで。リョーマさん、ちょっと面白いもんもらってきたんで、ちょっと急遽呼んだんですけど、わかります？これわかるわけねえじゃん。だよね、うん、まあ、バイクだってのはわかるよ。あ、うん、そこはわかった。そうそうそう、だってタイヤ2つだもんね。そう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 、うん、まあ、本当そんなレベルなんだけどさ。何、どこからゴミ拾ってきたのか。これあのほら、某漫画とかでも結構有名なあの何、名車ってやつ。ほう、なんかパッと浮かぶような車名とかない？名車か、名車ないね。ないか、うん、ないか。そっかそっか、じゃあ、うん、まず見よっか。俺わかんないもん。あ、マジで、うん、ちょっとあのごちゃごちゃしてる場所で申し訳ないんだけどさ。ほうほうほう、わかるかな。お、読んでみよっか。 Z750FX。 角 Z って呼ばれてるやつね。あの Z1 とか。あー、惜しいね。あの GTO の鬼塚とかが乗って。あ、そう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 。あと俺なんかあのこち亀で暴走族の話になって、 Z1 どうのこうのとかって、うん、あ、そうそうそう、そのシリーズか。そんな感じ、そんな感じ。大まか合ってる。伝説の名車シリーズの、そう、あれの、あれが 初代 Z、 Z1、2、あれの後の角 Z って呼ばれてるやつですね。あー、そう、へー、ほら、あカクカクしてるでしょ。なるほどね、バイクらしいパーツが出てきた。バイクらしい、これ手塚。わざわざ布までかけて。へー、そうです。何これを、まあ、何廃品回収から出すの。いやいやいや、失礼な。失礼な。これこっから起こすんです。へー、一回フレームまで全バラして、はあ、一からちょっと綺麗にしようかなと。ほこりとかもう、だって何年のバイク。今年で40歳です。はあ、うん、我々よりも年上な。年上なんで敬語使わないと。ああ、なるほど。へえ、プラモデルじゃねえんだけどさ、こんなの組み立てられるの。まあ、僕を誰だと思ってるんですか。まあ、ね、まあ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 、まあ、お得意でしょうからね。そう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 、はあ、こんなのを始めちゃう。そうだね、まあちょっと気長に、気長に待っててよ。分かった、じゃあちょっと長い目で見て。そうだね、うん、とりあえずじゃあちょっとなんかあれでしょ、特徴的なパーツやら何やらあるんでしょ。細かいの写す、うん、ちょっと見ていきましょうか。こんな感じ。ああ、サスの変更板、違う、反射板、反射板、リフレクターね。こういうの結構特徴的だよね。こんなのは見たことね。そう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 、僕はバイクはいろいろ乗ってっけど、こんな旧車は知らねえっす、うん。ちょっとね、ヘッドカバー今ついてないからビニールかぶった状態でうちに来たんだけど、へえ、ちょっと下手にエンジン触れないんだけどね。なんかもうゴトンって落っこっちゃうねえのかこれ。そう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 、へえ、すげえよ。泥だらけっていうか、ほこりだらけっていうか、何年眠ってたのこんな。わかんない、ちょいちょい車外部品はついてるんだけどね。おお、まあ、こんな感じ。フォークとかはオリジナルかな。へえ、フェンダーとかもちょっと切ったねえけど。はい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 、ハンドル周りはちょっと車外がついてるけどね。こんなんどんだけ時間かけて直したらいいのよ。すげえな、一個一個磨いていくんでしょこれ。そうだね。あと驚きなことにね、まだ部品出るんですよこれ。はあ、川崎さん。40年前のバイクが。そう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 、へえ。ちょっとこまごましたのがこの辺にも、まあ、あるんだけど。おお、これもパーツだったのね。そう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 、あ、よく見ない、こういう。ああ、見る見る、よく見るやつだよね。なるほどね、うん、へえ、まあ、説明しだすとキリがないから。うん、でしょうね、こういうのって。分かる人だけ分かってくださいっていう感じで、うん、そうなんですよ。おお、外装。そうだね、ちょっと今いろいろごちゃごちゃしてるんだけど。へえ、昔の暴走族御用達。そうだね、塗装もまだギリギリツヤはあるって感じの、ちょっと日焼けしちゃってるけど。はいはいはい。タンク内サビだらけ。いや、まあ、小サビ程度かな。へー、うん、ちょいちょいね、車外部品がついてるんですよ、うん。まあ、僕は全然わかんないけどね。わかんないよね、うん、そう、エンジンマウントとかね、いろいろアルミの削り出し部品に変わってたりとか。あ、まあ、見てわかんのはオイルクーラーが車外かな。サイド回しになってとか、ハンドルがゴールドになってるとか。あ、そっか、サイド回し。そう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 、確かにね、うん、まあ、なんかよくあるカスタム車って感じ。確かに見た目がね、うん、そう、
てかタイヤ細いよね。細いでしょう、うん、これね、これで曲がれんの、まあ、この時代はこんぐらいが主流だった。そっか、そう、ちょっとうちの工具箱にドーンって乗っちゃってるけどね。よいしょよいしょ、え、いいよ、よいしょ、感じかな。へえ、カメラが引ききれない、引ききれない、うん、まあいいや、うん、まあじゃあこんな感じでよし、ちょくちょくやっていくんで、じゃあ今後に期待ということで、ね、これ動画化するんでしょ、興味ある人だけ、ああ、じゃあ見て、見たい人だけ見てください。そうだね、よし。ちょっと作業前のホコリ落としというか、まあ、結局バラして単体にしてから磨いたりとか、うん、もちろん磨きじゃダメなところは塗り直したり、このメッキがどこまで綺麗になるかな、再メッキかけなきゃダメかもしれないけど、再メッキか、うん、下地はほらそんなにひどくないから、うんうん、傷やら割れやら、ちょっと軽く屋さんに持ってけば、やっぱアイロンはメッキはメッキ屋さんなんだね。そう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 、あのほらちょっとした化学工場並みの設備がないとメッキってできないじゃん、ね、あの自家製メッキは別だけどね、うん、自家製メッキなんてあんな被膜の薄いものじゃフロントフェンダーなんか剥げちゃうからさ、うん、ここもうやっぱしっかりしたところに出して1年計画ぐらいなんですよ。どうだろうね、実際問題計画的には多分半年ぐらいなんだけど、まあ進捗状況によりって、ほら途中でこの手のバイクだから、ほらあれがねこれがね始まるから、そうだよね、そう、でもあなたのことだからね、放棄出すと、だってこの間なんか 2,30 年放置された某バイク3日ぐらいでまあ3日は言い過ぎだとしても、まあまあまあかなり急ピッチで動くようになったよね。相当急ピッチだったよね。オッケーかな。てかそこで感心しないでそういうとこ取れよって話なんだけどさ。あ、まあね。僕が取るよりも先に俺の興味が生きちゃうから。よし。今あそこの穴とここの穴をだいたい一緒にして遊ばないようにして、うん、でどうせここがストッパーになるから。あ、こういうスペーサーがいっぱい入ってるセットなのね。そう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 、これでいろんな車種に対応しますよっていう。そういう感じです。よいしょ。OK。じゃあ俺がまっすぐにすればいいのね。そうなんだけど。よ。このレベルのバイクって怖いよな。あ、でも何もついてないからね。ここかな。うん。OK。普通に引き落としはいつも通りなんか。いつも通りだよ。普通の引き起こし、ブレーキは握らない方がいいんだよね。握っちゃうとロックしちゃうから、うん、きっと大変なんだよね、うん、そう、ブレーキはねコンディションが良くないんです。了解です。いや、そっちのタイミングでいい、うん、ちょっと待ってね、ゆっくり行くね。そう、タイヤはまっすぐでね、ハンドルか、ハンドル斜めだとこんな感じ。そう、上げた時に斜めっちゃうから、はいはいはい、ただ19インチって対応してんのかな、これで上がるのかな、そこ不思議。いや、それがどう上にガションっていくのかが、あ、やべえな、ちょっと前に前進できる、前進、うん、ちょっと待って、ゆっくりね、うん、ゆっくりゆっくり、あ、ゆっくりゆっくり、もうちょいもうちょい、ちょいちょい、はい、 OK、 あ、いけそうだな、いけそうだな、あげるよ、うん、よいしょ、おお、そうで、ちょっと揺さぶって、うん、安定してるね。なるほどね。そう、こういうことです。ああ、これがあのセンタースタンドにガショコ、あ、そう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 、上がったのね。そう、ここ支点にして、うん、重さかかるところがこいつより前に来るから、あ、バッタンってここで押さえて安定するんで、はいはいはい、便利なもんがあるんだね。だからこっちもこう持ち上げる方向に行かない限りは倒れないから、うん、大丈夫です。とりあえずはまずはフロント上げたんで、フロントのオーバーホールで、お